第8節でポケモンユナイテッドに大敗し5連敗となったワーナーユニバーサルアルビオン。4試合ゴールなしと未だ明るい兆しが見えない中、監督の解任に続いて主力選手たちが次々と移籍。チーム状況は最悪ですが、今週新スタジアムが完成。こけら落としとなる今節のチケットはソールドアウト。6試合ぶりの勝ち点3獲得へ、ホームでサポーターに勝利を届けられるか。厳しい状況の中、駆けつけたサポーターの期待に応えたいワーナーユニバーサルアルビオン。得点ランク2位のフリーザを擁する TikTok シティを新スタジアムに迎えての対戦。ワーナーユニバーサルアルビオンは復帰したスーパーマンが早速スタメン、センターバックに入ります。開始1分、エルモから中に送り、ウッディ・ウッドペッカーとハリー・ポッターのワンツーから決定機。いきなりのチャンスに期待を伺わせるサポーター。前節互いに大敗を喫したことから守備に重きを置く場面が多かった前半、特にホームチームは絶対に先制点を許さないというスタンスのもと、全員が体を張って TikTok シティの攻撃に対応。堅い試合展開のままハーフタイムへ突入します。第4節からノーゴールが続くワーナー。今か今かとスタジアムがざわつき始めた54分、一度は相手にクリアされたボールをシュレックが拾うと、縦パスを受けたハリーポッター、うまく間を通してウッディ・ウッドペッカー。ハットトリックを達成した第3節以来のゴールとなったウッドペッカー。10番がチームにとって5試合ぶりのゴールを決め、ワーナー・ユニバーサル・アルビオンが待望の先制点。ボディバランスですね。体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、それがゴールを生み出しましたよね。リードを奪われた TikTok シティですが、この日は攻撃が機能せず、球際の攻防で競り負ける展開が続き、チャンスを作ることができません。追加点を狙うホームチームは72分、ミニオンのパスを受けたシュレックが見事なフライパス。エルモがタッチラインギリギリでキープし、そのままカットインを狙うと、絶好の位置で受けたウッディ・ウッドペッカー。エルモの動きを見て動き直したウッドペッカー。クロスを警戒していた TikTok シティのディフェンダー陣はこれに対応することができず、ワーナーが2点をリード。ウッドペッカーは得点ランキング2位タイに浮上する今季5ゴール目。なすすべなく追加点を許した TikTok シティは終盤になってようやく反撃。フリーザが倒されて得たフリーキックを素早くリスタート。ロンパ王からナダルがシュート。その後はひたすらクロスを入れ続ける TikTok シティ。ワーナーユニバーサルアルミオンはほぼ全員が自陣に戻り、相手のチャンスを一つ一つ跳ね返していきます。ひたすら相手の攻撃を跳ね返して10分、ついにその時が。レズリー最終ゲームホイッスル、2対0。待望の勝利を手にしたワーナーユニバーサルアルミオン、長かったトンネルを抜け、6試合ぶりの勝ち点3を獲得しました。スタジアムが歓喜に沸く中、会見に臨んだスヌーピー GM は、待ちに待った瞬間をサポーターに届けることができた。本当に長い期間、彼らには辛い思いをさせてしまった。この勝利は我々だけでなく、ワーナーユニバーサルアルビオンに関わる全ての人々の勝利であり、その価値は揺るぎないものとなったとコメント。また新監督は上手してほぼ決定とのこと。さらに後半戦に向けた補強にも動いており、アルケミックタイタンのエレン・イェーガー、マリオ・ウッシーのマリオなどをリストアップしていると伝えられています。